Ah! をもらいました。電力ケーブル、なるほどね。電気屋さんに行って買わないとダメですよね。おう、いい村じゃん。なんかやること多そうね、この島。お、これ、お、電力ケーブル手に入ったよ。どこにつなげればいいのかな。この上まで登っていかんとダメか。あ、電力ケーブル、その中、上から入れそうだね。取れた、取れた。ここにつなげればいいのかな。お、ここ。ケーブルを伸ばす。やっぱここや。その前に、これね。Okay, okay. Nice goal though. Give yourself a pat on the back. ここから伸ばして。ここじゃないよね。そこやね。次はそこ登らなくちゃいけない。何もない。おお、おお、かっこいいじゃん。なんかこういう雰囲気の村、俺好き。お口に好き。ドア外から鍵かけられてます。外から、中から、内側から、内側。聞こえる？韓国の鍵、入り口の鍵。From the people of Utopia, do not trust Olof Wikström. When he arrived here, we took his word in good faith. He exploited us at every turn. Now all of us dissenters are locked up, which is everyone by my count. To anyone reading this, Olof should be up in the marketplace. Beware of his rabid beasts.Please take the master key from him. Set us free. Set Utopia free. 楽しくなってきたよ。やっぱ人がいるとやる気出る。そういう人を救うとか、誰かに会うとか。やっぱ人間関係一番やる気出る。じゃあマーケットプレイスにいるって市場があるね。入り口2の鍵ね。思ったんだけど、皆さん。この動画を見てる私の可愛い婚約者たち。みんな、
結婚したらタワマンじゃなくて浮いてる町作ろうぜ。浮く町、こういう感じのかっこいい浮く町作って平和に暮らそうね。いいやろ。こういうとこがいい俺。なんか村みたいな感じでね。で俺は村長の偉い、俺一番偉い人ね。わかった村の中でね。わかった。 OK。 登れた。あ、ジップラインでやっぱ行けるんだ。おー、で次はジップラインでそこに行けばいいのかな。これもう一回見よう。これはタワーね。ウォータータンクに水を入れる。でウォーターパンプ、ポンプに電気をつなげればここが水いっぱいになって、その中のアイテムが手に入るね。でここつなげればいいね。でもケーブルないからケーブルを探す。お、これだ。電力ケーブル2つも手に入ったね。これ天才だよね。あんまりにも天才なんだよね俺。でそことつなげればもう電気が通るかな。お、電気通ったよ。めっちゃゆっくりと電気が通っていくんですね。で、このポンプが動き出すってことかな。本当だ。で、水がちゃんと通ってるね。ではでは、ここのアイテムが手に入る。お、二酸素キャニスターが手に入りました。これでどうしろっていうんだ。デッドコードの一部。おお、すごいかっこいい。あ、そうだった、そうだったね。これとハープーンが必要なんだよね。あ、違う、そっち。そっちに何かあるの？これ？これは掘れってこと？お、デッドのコードの一部。なるほど。なるほど、なるほど。頭いいんだよ、俺。頭いいんだよ。そこは今そこで、でそこ掘ればいい。
まあこれ全部掘っちゃえばいずれ見つかるアイテムなんだけど、私には全部掘る必要ありません。この辺かな。本当だ、ここはもうないか。お、ここに地図あるんだ。今ここ掘って、最後は水ポンプの、お、これでいいか。おお、